藤原アンドです。そしていやさあ今日なんですけれども、父の日が、近い、撮影日が近いということで、今日はちょっとパパ検定というものをやっていただきたいと思います。こちらのカプチャでいいですか？こちらでございます、パパ検定というものがございまして、長崎県の方が、出している問題なんですけれども、こちらはパパが受けるのではなく、お子様、だったりが、受けるテストとなっております。いろんなことが書かれておりまして、全10問ございます。これをですね、お子さんと一緒にやると非常に楽しいという話を聞きましたので、今日はチビランドちゃんに真横で回答していただきたいなと思っております。誰でもこのダウンロードできて、できるそうなので、皆さんを楽しんでやっていただけたらと思いますけども、じゃあチビランドちゃん、はい、これパパ検定って言うんですけど、パパのことをいろいろ聞いてるのね。1番、あなたのパパのお名前はって書いてあるの。だからここにパパの名前書いてください。スニテンテン。はい、よく書けました。なんて書いてくれましたか？カズヒロ。はい、パパのお名前はカズヒロです。そしてじゃあ2番いきましょう。あなたのパパは何歳？年です。すごいね、ちゃんと分かってんね。44歳。ありがとう、すごいね。あ、これわかんないか。3番、あなたのパパの血液型は？A 型っていうのと B 型っていうのと AB 型っていうのと O 型っていうのがあるの。意味わかんないよね。さすがに教えたことないわ。 O 書いてくれました。すごい、 O 書いてくれました。パパは O 型です。じゃあ4番、パパの誕生日はって書いてあります。パパの誕生日、9。確かに9月です。うわー、よく知ってたね。9月20日、9月20日、正解でございます。すごい。さあ次5番いきましょう。あなたのパパの好きな食べ物は？チビランドちゃん、パパの好きな食べ物わかりますか？あ、知ってるじゃん。あの、いろんな色のペン。いろんな色のペン取る。はい、ペン変えますか？チビランド、パパの好きなの知ってるじゃん。パパの好きな食べ物知ってますか？知ってる？できたらできたって教えて。できた。できました。はい、じゃあビシエル、これは何ですか？唐辛子。パパ辛いの好きだからね。だから唐辛子書いてくれたの。なるほど。これがとだね。これと。唐辛子って書いてくれてるな。ありがとう。かわいい。かわいい、嬉しい。じゃあ続いて、ここ6番。あなたのパパの好きな色は？パパの好きな色わかりますか？
何色が好きですか、パパは。これは、なんて書いてあるんですか。ピンクの文字の上に水色で黒って書いてくれたの。ありがとう、大正解。パパ黒好きだもんね。今日も黒着てる。それをカラフルに書いてくれたのね。ありがとう。じゃあ次7番いきましょう。あなたのパパはお休みの日に何をしてる。パパお休みの日お家で何してる。お家じゃなくてもいいよ。何してる。黒ペン。なんか塗りつぶしてます。わかんない。できますか。はい、じゃあ見せてください。あなたのパパはお休みの日に何をしてる。これを絵で描いてますね。何ですかこれは。これはタブレットで、お仕事してる。タブレットでお仕事してるね。そうか、ずっと家にいるときはずっとタブレット触ってたりしてるもんね。そうか、ありがとう、よく見てくれてるね。ここボタン、ここの黒いのがホームボタンだね。ああ、そうだ、ありがとう。じゃあ次いきます。8番、あなたのパパが最近嬉しかったことは。パパが嬉しかったことわかる。はい、はい、書ける。嬉しかったこと、わかった。わかった、すごいな。なんだろう、パパ。8番、そう、8番。また絵で描いてくれてる。すぐに描けることが嬉しいね。わかんないとか言われない。うん、ペンが止まらないんだから。できた。待って、できた。はい、8番、あなたのパパが最近嬉しかったことはで、この絵を描いてくれました。これは何ですか。プレゼント。プレゼント。ここリボンで、ここがダンボール。ダンボールで、パパプレゼントもらったっけ。パパが嬉しかったプレゼント何。中身は何。ゴミ箱パパ、だってあそこにあるよ。え、ゴミ箱、うん、これあれだよ、ウォーターサーバーのお水。パパが最近嬉しかったのは、でもプレゼントもらったことが嬉しかった。違う、袋。あ、これな。ほんとそう、すごいわ、チビランド。そうだね、ここに実は最近チビランドがね作ってくれたんですけど。そうだ、ごめん、パパが悪いな。パパがうっかりしてるよ。パパ専用のねゴミ箱を作ってくれたんです。パパのゴミ箱っていうのを、こうやってお手紙見せてあげる。お手紙見せてあげる。手紙をゴミ箱に入れちゃう。そうだよ、だ捨てらんないの、このゴミ箱。こっち裏にはハートがついております。これ見てください、お手紙にね、富士山のとこにパパって書いてくれてます。ありがたいね、これが嬉しかった。本当だ、ごめんね、これだったわ。確かに私が作ってあげたもの嬉しいでしょっていうことですよ。本当そうです、失礼いたしました、ありがとう。本当贈り物もらってたわ。ちゃんと覚えといてよね。ありがとうね、ひどいパパだな、本当申し訳ない。じゃあママが付き合ってた時にもたくさんお手紙あげたのに、あれは一体どこに行っちゃったんでしょうか。さあ続いてまいりましょう9番、あなたのパパの口癖はって書いてある。口癖ってパパがよく言う言葉。パパよく言うの何。わかった。わかった、書ける。本当何書くんだろう。なんだろう、怖いんだけど、ちょっとパパの口癖なんだろう。なんて書くんだろう。知らんけど、
そんな言えへんくない。でも言うけど知らんけど。できた？できた。はい、じゃあ見してください。パパの口癖はこれ、なんて書いてくれてんの？ありがとう。そうだよね、パパありがとうってよく言うよね。ありがとう、チビランド。チビランド、いい子だな。チビランド、最も言わない言葉だよ。いい言葉、さすが素敵な娘。ありがとうね。何言ってんだよそれ。パパよくありがとうって言うもんね。最も言わない言葉だよ。ママの口癖は？大きい声で言っていいよ。ママの口癖は？腹立つ。腹立つ。腹立つ。腹立つ言ってるね。はい、ありがとう。嬉しい。なんでママだけそんなネガティブワードなんだよ。ありがとうね。嬉しいよ。ありがとう。腹立つ。じゃあ最後、10番です。あなたのパパの宝物は？パパが大事にしているもの、パパの宝物。いいか、いいよ、ジュース飲んで、拾うから。はい、拾う。はい。なんだろう、パパが大事にしているもの。あ、飲んだら分かっちゃった。飲んだら分かっちゃった、すごい。ひらめきジュース。なんだろう。できた？できた。はい、じゃあ、10番。あなたのパパの宝物は、これ何ですか？お茶茶。お茶茶ね。お茶茶だよね。ありがとう。よかった、ちょっと。なんでお茶茶が高い？お茶茶だよね。パパよく飲んでるもんね。よかった。だってさ、お茶茶なくなってる。お茶茶なかったら喉乾いて大変だもんね。うん、よかった。お茶茶。お茶茶でよかったよ。見た目お乳って書いてあるからさ。ちょっとびっくりしちゃったまま。はい、最後、そしておちちおちゃちゃでしょ。さあ、ちびランドちゃん、最後検定おしまい。最後にパパへのお願い事は、ちびランドちゃんからパパへのお願いありますか？ここにじゃあ書いてください。できた？できた。はい、じゃあパパへ、検定おしまい。パパへのお願い事はこれ、なんて書いてあるの？おかまえく。ん？おかまえく？おかまえください。おかまえください。お金ください。お小遣いくださいよと。お金ください。お金くださいって言ってるのか。パパへのお願い事は？覚えたんでしょ。将来が怖い。本当に。ありがとう、チビランド。じゃあ、じゃあ、出演料くれと。じゃあ、じゃあ、チビランド、じゃあ最後に、最後にチャンネル登録の挨拶してください。じゃあ、お金なく。お構いなく。ということで、皆様も、パパ検定、すぐにダウンロードできますので、お子さんとやってみてはいかがでしょうか。ということで、本日はこの辺で、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。チビランチョ言ってくんないの、チャンネル登録。そこでいいよ、大きな声で言って。せーの、聞こえない。もう一回、ありがとうございました。